これが俺のチャクラ灯だ。持ってみろ。お前もチャクラを刀に流し込んでみろ。なんかアスモ先生とはチャクラの出方が違うってばよ。そして2つのチャクラを互いに薄く研ぐような感じで練り込む。せーの。木だけじゃなくて後ろの家庭石にまであんなにめり込んで刺さってる。